結局遅れはね、その2分程度に収まって金沢駅に到着しましたんで、余裕で、白鷺62号かそれに間に合うことができたというオチになりました。もう金沢駅もまた今日ここでおさらばしたらば、次は3月15日の敦賀金沢間を特急列車走行の最終日に、やってくるということになります。七尾線もね、415系という古い急行型のやつ、まあ、疲れていたんですけど、それも最近は227系か、それが投入されたことによって姿はもう今では見られないんですかね。お、なんか向こうに下りとして入線してくる姿は珍しい気がしますけど、始発列車かな、あれが私が乗る白鷺ですね、62号前原駅。15分前にはもう入線してくるんでしょうか。反対側に充実されていたやつが入線してきたって感じなんでしょうかね。例えば金沢駅のアトレかなんかアントかなんかがもうすぐ閉まるみたいな話を聞いた気がするんですけど、いや、白鷺62号にこう乗車してまいります。すでに入線しているのは先ほど確認しました。そうだ、何号車か見てないからそれ見ないとな。3号車の5番 D でしたね。とりあえずその3号車に向かいましょう。モーター車だったらいいんだけど、多分なんか3号車はモーター車じゃないっぽいな。まあ、それはともかく白鷺の姿をまた昨日も見ましたけどね、同じ構図で。昨日全く同じこの62号を見送ったばっかなんでね、なんか新鮮味があまりないという感じですけど、何回見てもかっこいいものです。で、多分隣に来るサンダーバードが16時ちょうど発のね、やっぱりこれですわ。白鷺は米原焼きと名古屋焼きがありまして、名古屋焼きはまあまあ混む印象があるんですね。最近はもう米原焼きも給料とか増えてきて全然混んでるんですけど、サンダーバードは平日のまた火曜日になりましたけど、それでも大混雑でしょうね。もう常に観光客も絶えない今の北陸地方でございますよ。でもなんか自由席はでも空いてたな。まあ指定席も自由席と同じぐらいの乗車率になるでしょう。一番後ろの流線形の顔をちゃんと見てから出発したいところです。この金沢駅の発車メロディーを聞きながら出発するのが、私の白鷺号金沢出発するの大好きな光景でございます。夜ね、温泉入った後に白鷺でまた実家に帰るぞ、実家っていうか、まあ、滋賀県にいた時のね、地元に帰るぞって時にね、温泉入った後ですと、特にこのね、なんか三味線の音が心地よく聞こえるんですよね。昨日は3連休に続く平日だったんで、もしくはこのお休みを取って4連休とか5連休にしている方も多かったのではないかと思いますね。だから昨日は割とサンダーバードのあれ16時ちょうど発も多かったんですけど、今日に限っては昨日みたいな混雑はあんまり見られなかったような気がいたします。まあ、それでも人気なのは人気ですけどね。北陸線の特急列車、純粋な北陸線特急はこの白鷺号でございます。なんて言ったって米原から金沢までの現在の北陸本線、その全区間を走行するのはこの白鷺ですからね。
でまたその最終日金沢に到着する白鷺何だった0時40分に到着するやつ、これがね本当の最終なんですけど、これも純粋な北陸特急白鷺であるということですから、3月15日の最終日の列車には白鷺0時40分金沢到着の列車を選んだ人もまあ多いかろうとございます。しかもその白鷺の車内チャイムは今でも北陸ロマンではなくって、昔から六波一系登場当時のサンダーチャイムと呼ばれるものですから、このサンダーチャイムはね、この乗車中の車両6波1系というんですけど、これがサンダーバードに投入されまして、しかも JR 西日本初の特急型車両ということで、このチャイムが JR 西日本を象徴するんでございますね。西金沢はもう通過したのかな、今通過してるか、駅をどんどん通過してまいりますけど、この辺りでも第三セクター化して IR 石川鉄道が聞きましたら、新しい駅どんどん作ってくれるようでございます。地元にさらに貢献してくれる鉄道になることでしょう。北陸本線のままじゃできなかったことです。
Thank you.
海津行きは1番乗り場から17時44分の発車です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。まもなく敦賀です。敦賀の次は終点前川に停まります。JR 西日本特急しらさぎをご利用くださいましてありがとうございました。
前原駅横田でございます。明日も2時間発車があるんですね。光号の接続はまあ10分以上あるんでね、結構余裕のある乗り換えができそうです。しかも光号なんで。まあ乗り換えなんですけども、凄まじいですね。光号の乗客は大変多いということです。しかも東京方面からも光がやってきて、前原駅の改札口は大変な混雑ぶり。これに乗ってまずは名古屋まで行って、そこから名古屋から乗り換えて静岡に行かなければいけません。この光は静岡に止まらないやつなんですね。静岡に止まる光号に乗り継ぐために、光で名古屋まで行った後、また静岡止まりの光に乗り換えます。窓側はもう全部埋まってるんですかね。窓側って言ってもいい席ですけど、やっぱりいい席の窓側ってすぐ埋まるんですよね。満席状態です。さて、前原駅を出発して、この北陸線との重要な乗り換えの駅でございます前原駅を出発して、大量のお客さんが乗り込んできたということになります。京都からでも全然光号には、ね、乗ってなかったのに、前原から乗ってくるお客さんが大量だという時点で、ここの、ね、駅の前原駅の重要性がわかるというもんでしょう。白鷺号はさっき僕が金沢から前原に着くときに、流線に止まっていた白鷺がまた金沢駅として出ていくために並走していたんで、もうその姿は見えないですけど、一応あそこにいたということで、これで最後の見納めにしたいと思います。次は3月15日またお目見えということでよろしくお願いします。もうお目見えといってもね、通過名古屋から金沢まで東芝に乗るときにちょっと通過するだけなんで。伊吹山も見えてございます。滋賀の名峰、この辺りは豪雪地帯で知られております。関ヶ原越えは東海道新幹線にとっても最大の課題でございまして、今でも苦労しております。北陸新幹線だったらね、もう雪国をがっつり走るんで、雪の対策はバッチリ。名古屋に到着、乗り換えます。静岡までショートカット。ラッシュ時間帯の東海道名古屋駅すごいですね。光と望みの接続があるんですか。そしてそのすぐ後に、まあ、小玉と光もやってくるという凄まじい状況です。静岡に到着、動画は終了です。